やっ、え、はあ、俺今日えぐいかも。20時からは警察ガチャ第2弾販売開始。ちょっと魔法少女カフェ行ってくる。こんばんは。あ、こんばんは。お帰りなさいませ、お師匠様。ただいま。どうぞ。はい。何警察官ガチャって。警察ガチャがね、第2弾がね、今日の20時から始まりますよ。もうちょっとだね。これ詳細は？詳細はね、BMC ガチャみたいな感じで、手元で開いたら、くる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 ポンってなるやつ。ええー、あのシステム導入なんすか？導入です。お、すげえ。また地獄が。メンバーは？ラインナップは？メンバーは、キーボットホームズ。うん。青い矢田を。おお。花沢マルン。ええー。ナルセリキジ。おお。伊藤ペイン。おお。サブローさん。おお。キノランさん。おお。アーズピさん。へえー。です。今回はね、なんと抱き枕もあります。抱き枕？抱き枕って何？はい、何、そんなもん売っていいんすか、ロスサントスで。すいません、警察ガチャお願いします。待って、早い、あと1分、早い。いや、ここはやっぱりちょっと早めに来た人たちには特別にちょっと早めにやるとかどうですか？いや、ちょっと今ツイートするからちょっと待ってね。はい、今ツイートしました。はい、じゃあ販売開始です。すいません、待って、先に並んでる人前に並んでたんですけど。違う、違う、違う、あ、そうだ、割り込み困ります。あ、俺先でいいよ、どうぞどうぞ。いいの？いや、別に、そこまでこだわりないから。いや、そこまで言われてどうぞ。なんなん、そう、何にも言ってないよ、別にどっちでもいいよ。どうぞ。はい、じゃあ1億円分。525個です、ね、あのな、ガチャに1億円分、お母さん泣くよ。いいよ、1億円しか使ってないが。1億円も使ってんだよ。いや、ありがとうございました。はい、お大事に。はーい、大丈夫か。風ちょっと待ってくれ。はい、ちょっとお願いが一個だけあって。どうしたんすか？ちょっと風から力をもらっておきたくてな。風から力、俺か。風、よし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 、今日も頑張りましょう。ありがとう。よし、なんだ、警察ガチャ回してくる。今カゴついた。来た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 。バフ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 。こーい。うん、マルンさんとキーボードさんのだけを渡されるお知らさんに。じゃあ、もっと欲しいのか。この2人以外も欲しいんだな。コンプリートしちゃうか。いいんだ、それ渡しても全部。マルンさんとキーボードさんじゃないですか、そう言ったところで。欲しいって言ったら全部あげるよ。どんどん増えてくって。もういい、もういいですよ、もうこれ持ってるから。1個ずつあれば満足満足。やっ、え、なんでびっくりした、ね、なんで。やっ、直売直売直売、やったー、ピンポイント、すげえ、やったー、よし。やったー、で足りますかな。はい、もしもし。ピンチかもしれない。こちらライトの真っ白。どうしました？お前の抱き枕を当てた。俺がこの町最初に当てたはずだ。この町最初の抱き枕を当てた男。ああ、この町で最初にお前を抱いてやるぜ。ありがとうございます。やったー、おめでとう。え、ありがとう。
おめでとうございます。バフを上げたおかげですね、これ。ああ、やっぱバフはな、やっぱ効果あるんだよ。効果あるわ。抱いたおかげだ。そうなんですよ。じゃあもう今日からそれ抱いて寝てくださいね。ああ、今日からこれでいつも守ってもらうよ。ありがとうございます。守りますから。はい、病院ガチャも待ってます。救急隊ガチャもうあったから。え、もうあったの？第1回会って俺も言ったけど。え、もうアビーン本書行ってくれてる。誰か手に入らない。わからない。いつか復刻信じてますよ、俺は。了解。ありがとうございます。あとにかけて。じゃあ、次元隊行きます。あ、行ってらっしゃい。行ってきます。さあ、行くぜ。火事の空の真っ白、陸の宮。はい。敵は籠城してるらしい。アークももう見えない。横取りでも来るよな、絶対。横取りさっき言ったけど、もういなくなっちゃったよ。あ、でもリミットが一番最初にアタックしてたの？多分ね。コロナ系じゃない？上から降ってきた？あのね、ジャンプしてた。あ、オッケー。おお。高速から来たやつか。つまない、もうダウンかな。うん、何もすることがないから。正面側見るよ。うん、来た来た。警察官ガチャ回してる。もう一台もう一台もう一台ジャンプ。あ、カジノ現在硬直中です。そこ先輩今ヘリポートのとこで、うん、あ、でもみんながいろいろやってくれるみたいだから。あ、別に出る気はない。それはいいやつ悪いやつ。神引きです。神引きでその声出る。今叫ぶのを抑えたんだよ。やばいやばい、事件対応中に引くガチャ気持ちよすぎる。オッケー、これ大丈夫だからね。もうちょっと、うん、事件対応中にガチャ引くと天才的に出るぞ。側からジャンプして横取りことしてるね。背徳感が運命を引き出してるのか。狙ってる SSR3 分の2出したからね。もう3分の2はやばい。すごない ?7 種類あるんだけど、そこからピンポイントで欲しいものを引いてる。犯人と警察官が、うん、犯人と警察官を見分けるときってもう目視。目視。やばい、セプテさん。星野出た？残り1個。事件対応中に引くガチャ運が良すぎる。あと金庫に。もう絶対金庫にそれやるやつやん。やる流れやん、それも。だって最上級レアが7種類のうち3種類もう出てよ、俺。やば、でも BMC ガチャかなり渋かったから、それを考えると、もし倍率一緒なんだったらそうだよね。すごいことよ、それ3つも出たんだったら。すごいよ、だって。うん。動いてる、動いてる。並んじゃった。風と、サブロ、シャリカ揃った。シャリカの抱き枕揃った。じゃあ、両脇に抱いて寝れるね、今夜。このチャリカの抱き枕だけをベッドに寝かして、俺はソファーで寝る。これはソファーで寝る。俺がそこに入るのかな。前頭がジャグラー横にして、めちゃくちゃ大事にするやん。バイク来た、バイク来た、正面バイク、正面バイク。まあでも、この二人は恋愛とかじゃないけどな。本当に仲のいいバーディーって感じで。うん。待ってね、正面入り口がバイク来てるから、こうやって正面の方回ってる。そのまま2番目のヘリ広いな。俺がそこに入るわけにはいかない。だからベッドも良くないかな。ソファーに並べればいいか。うんうん、座らせるのね。ソファーに座らせよう、二人は。いらっしゃい、いっぱいね。俺たちが解散シーンとあれ一生やってるって。ああ。俺今日はえぐいかも。どうした、また歪んだか。いや、 SSR 抱き枕7分の4当たったもん。え、そんな出るもんなのか。なんか排出率いいのかな。